だるいから中止にするか、また気が向いたらやればよい。わらわが頑張ったわけではないから平気じゃ。お前が参加したいというのなら仕方ないな。面倒だが開催しよう。わがままな子じゃ。仕方ないですね。あなたの頼みなら参加しましょう。お願いされちゃ仕方ないよな。旅はまたにしようか。今すぐ旅だって構いませんよ。一人で旅立ってください。一人旅は飽きたんだって。物覚えの悪いウサギさんだな。ありがとう。だって本気だったし。僕たちがいなくても後の人が何とかしてくれますよ。そうやっていつも押し付ける。無礼講じゃ。マナーなど気にしなくてよい。これだけの人数で入場チェックもろくにしていない舞踏会じゃ。招待していない客も紛れ込んでおる。催し物の時間帯は特別なのだ。楽にしておれ。催しの際でなくともマナーなんか適当じゃないですか。俺なんか正式なのどころか一度もマナーレッスンを受けたことがないぜ。偉そうに言うことですか。あなたの場合、一生城から出て生活していた方がいいですよ。
ドレス姿のあなたはさぞや美しいんでしょうね。僕がプレゼントしますよ、あなたに似合うドレスを。男が女に服を贈るのってその服を脱がせたいって意味なんだぜ。ペーターさんってばエロい。うるさい、死ね。何です、その目は。何を言いますか。僕なら脱がすだけでなく、着せるところから手伝って差し上げますよ。欲望に忠実だな。俺も見習うべきかな。さあ、僕たちも行きますよ。気にしなくてもいいですよ。俺は気にしない。開会だ。静粛に。よく集まったな。招かれざる客もいるようだが、今宵は宴じゃ。すべてを忘れて楽しむがよい。わらわは夕暮れ時を好むが、夕方の舞踏会というわけにはいくまいな。明かりを。今宵限りかもしれぬその生を謳歌するがよい。
わらわからは以上じゃ。相変わらずだな、我らが女王陛下は。きっついですよね。ねえ。素敵、はあ、そうだよな、女王様だもんな。素敵だぜ。どこら辺がです？え、どこがだろうな。なあ、どこら辺が素敵だと思う？適当なこと言って。かっこいいか。ああいうのがかっこいいんだ。俺には真似できないな。真似したいとも思わないけどさ。僕も。さあ、僕は同性じゃないので。ああ、そっちも行けたんだ。ああ、なるほどね。そうなんですか。さすがです。どっちも行けちゃうあなたも素敵だ。でも趣味が悪いですよね。こっちも行けないの。それはそれで問題ありなんじゃ。同性に憧れる感覚？俺、わかるぜ。ああ、例えば、俺はペーターさんに憧れてる。
もともと縁もゆかりもない僕たちでしたが、あるかなしかのつながりも今ここまでということで。さよなら、エース君。僕の城です。安心してください。何があろうとすぐにもみ消します。あ、女王陛下のお城だろ。もうペーターさんってば正直なんだからさ。そういうところが好きなんだよ。わあ、嬉しいです。僕のために死んでください。そういうとこ大好き。憧れちゃうね。憧れてるぜ。道に迷わないところとかな。あと素直なところかな。素直だろ、欲望に対して。謀略とかうまいのに隠そうとしないところが好きだな。本気で下克上を狙ってるのなら手伝ってあげてもいいくらいだぜ。まあ本気じゃないから何もしていないんだろうけどね。ペーターさんなら俺の手助けなんかいらなさそうだし。僕は2番くらいの地位の方が楽でいいんですよ。言うほど権力に興味もありませんし。ああやって演説や煩わしいことに関わるのも面倒なので。あんな役目は面倒なだけです。あなたが望むならやぶさかではありませんけどね。あなたが望むなら何だって。
ペーターさんって可愛いよね。好きな子のためにならどんなことでもできるって可愛いよ。そういうのいいな。でもなんだか前とはキャラ変わったよね。俺今のペーターさん大好きだな。あなた本当に死んでくれませんかね。おや、まだ着替えておらなんだのか。催し物の主催者側だというのに、お前らこんな時までだらけておるの。ん？どうした？会社員のようにわらわが回るわけではなく、招待客がアリのように群がってきよったのじゃ。アリ？いや、アリがかわいそうじゃ。ウジ虫じゃな。鬱陶しいので首を。跳ねようかと思ったらキングのやつに止められてな。我慢して押し付けてきてやった。ああ、わらわも踊るときは別の服装をしようかと思っておる。おい、お前らは強制的に着替えさせるぞ。逃げるでない。踊らないからいつもの服装でいいです。似合わないからいつもの服装でいいです。そうはいくか。お前らは主催者側なんだぞ。わらわに恥をかかせたら首を。
似合わないんだよな。ああ、やだな。